緊急放送のテスト中です。おはようございます。このマット、あ、こういうナイスワンツー、まあ、素晴らしいね、迷いね、ナイス、そうだナイス、高橋ナイス、打て、あ、BS どうなってましたか、ちょっと教えてください、岩尾、岩尾さんね、岩尾がなんかやったんですね、岩尾がなんかやったんですね、いいことやったと思うんですよ、あ。いや、あの同じ映像見てるからこちら坂倉力会場はですね、何も分かってなかったですね誰も分かってなかったです。右大久保ナイスボール、今いろいろ、あー、すごい、よし、勝った OK、 イエス。間違いないですよ、岩尾選手は課長じゃないんですよ。むしろ選手っていうのはそれぞれの下請けだと思ってもらった方がいいですね、味方としては。だから専門職なんです。上司に言われたことをやってじゃなくて、クライアントの依頼をどうやってこなすかってことなんですね。なのでそういう意味で言うと、建築現場の話さっき出ましたけど、コルチャ監督が、まあ、まさに現場監督であって、それぞれの職人を呼んでいると。仕上げをする人っていうのは、まあ、フォワードなのかなとか分かるじゃないですか。人を打つ人は誰かなとか、そんなような風なイメージと間違いなく会社じゃないですか。個人の職人さんの集まりなんで、そういう風な見方をしてもらう方が多分クリアになるんじゃないですか。岩尾課長なんていうのは失礼だよ、岩尾選手。だから岩尾工務店の社長だったら分かる。だからなんで岩尾さんに頼んじゃおうかなって言ったら、ああいうことするからですよ。やっぱりあーちょっと弱いんだよねってなってるけど、ここ一番どうしても決めなきゃいけないところで、まさに感激を塗ったシュート、素晴らしいと思います。興六さんにしろ、補正幹事さんにしろ、興六さんに関して言えばもうチキン屋の社長なんですけどこれはまあちょっと違う。そういう風に見てもらうと分かりやすいんじゃないですか。だから土台を作る人、足場を組む人、高いところで仕事をする人、そういった役割を持ってるんだっていう風に思った方が分かりやすい。個人事業主の集まりだ。だから相手の職人の方がいい仕事をすれば、やっぱり相手の監督の方が整理ができていれば試合は勝てないし、そういうところかなと。
放送を終わりにします。